息抜きするよ。お、普通の挨拶だ。ようやく正月の取りためを消化したので、今回から新しい録画です。まずは何をするんですか？ブラッドマジック。いや、ちょっと待って。今回新しいモッドを導入したので、まずはそれを使ったり使わなかったりして拠点を整備します。どんなモッドを導入したんですか？それは整備しながら紹介しようかな。それじゃあ始めましょう。まず最初に紹介するのは、フラックスネットワークです。火の中にレッドストーンを投げ込むと、フラックスというアイテムになります。火の中に投げ込むって、消滅しそうで怖いですね。ちなみに溶岩でも OK です。フラックスと黒曜石、エンダーアイでフラックスコア。表示がバグってますね。一応普通に使えるので大丈夫だと思います。で、フラックスブロックを作りので、フラックスコントローラーと、フラックスプラグと、フラックスポイントを作りました。これはどんなモッドなんですか？フラックスネットワークは、無線であれこれを飛ばせるネットワークを追加するモッドですね。テッセラクトみたいな感じですか？基本的にはそんな感じですね。ただこっちの方が作りやすいです。それでは、エネルギーを飛ばすネットワークを作りましょう。まずコントローラーで、新規ネットワークを作成します。名前は適当に。はい、これでメインというネットワークが作られました。細かい設定はいろいろできますがとりあえずいじらず。で、蓄電機の方にフラックスプラグをつけます。そしてさっき作ったネットワークに登録します。同様にフラックスポイントも登録。これで向こうの蓄電機からこっちに、電力を飛ばすことができます。なんだかお手軽感がありますね。もちろん1対1対応ではなく、複数箇所から送ったり、複数箇所に送ったりできますよ。次に紹介するのは、ソーラーフラックスリボンです。これは太陽光発電を追加するモッドです。太陽光発電なら、今までのモッドにも入ってませんでしたか？まあそうなんですが、こっちの方がお手軽かつ高性能なので採用しました。はい、まずランク1のソーラーパネルを作りました。これは 1RF パーチックの発電量です。コストは安いですが、その分性能も、って感じですね。そうですね、ただこの発電機は圧縮していくことができまして、最大で 32000RF パーチックまで圧縮することができるんですよ。それは太陽光発電機としては破格じゃないですか。でしょ。ということでその2段階前、2048RF パーチックまで圧縮しました。これ以上圧縮はしないんですか？この次の圧縮にはドラゴンブレスが必要なので、それとこのランクまでは EMC が設定されているので、錬金で取り出せるというメリットもあります。発電機取り出せちゃうって結構なずるさですね。ま、工業も錬金も魔術をストレスなくできるようにする補助的な役割だからね。今回はいいでしょう。それでは設置。いい発電量だ。とりあえずしばらくは足りそうですね。それじゃあ電力は確保できたので、鉱石3倍化ラインを作りました。あ、全ちょっと。この辺の説明はいいでしょ。一つ言うとすれば、増やしたインゴットはスモールストレージプレートに保管してます。これはアクチュアリーアディションズというモッドで追加されます。材料は全て木だけで作られているのですが、この大容量です。コスパいいですね。とりあえずここである程度 EMC を貯めてもらいましょう。次に導入しましたルアキッチンシンクモッド。これはキッチンシンクのように便利なアイテムを追加するのですが、今回作るのはこれ、ラティスピッケルです。コストも安いですし特に強力には見えないですけど。いやいや、ここを見てください。カレント XP。つまり経験値があるってことですか？そうそう、このツールは使うごとに経験値が溜まっていき、レベルアップで性能を上げることができるんです。どんな性能になるんでしょうか？ふ、聞いて驚くなよ。あ、ちなみに丸石を一括破壊できるように、オアエクスキャベーションを導入しました。同じく導入したベタービルダーズワンドのダイヤワンドで積み上げれば、楽々経験値を貯められます。はい、レベルが上がって、耐久値と採掘速度、採掘レベルが上がりました。こうやって3回ぐらいレベルアップすると、幸運銃が出来ました。幸運銃？どやー、すごかろ？この低コストで、しばらく丸石掘ってるだけで幸運銃が手に入る。もはやチートでは。それでは幸運銃の力をお見せしましょう。デジタルマイナーでシルクタッチ採掘したこのダイヤ鉱石。これを幸運銃で一括破壊します。でやー。うわ、何個出ました？今。303個ですね。鉱石は49個だったので、6倍ちょっとになってますね。うわぁ。これで大量の EMC が簡単に確保できます。とりあえず拠点周辺を掘り返してきます。そしてこの拠点整備の最終段階、EMC の自動生産が可能になりました。あれは EMC コレクターマーク3で作られた、いわゆる、花、です。今はダイヤブロックを、このくらいの速度で作っています。かなり
の速度ですね。そしてその下には、自由形を設置しています。あ、これは、ご想像の通り、これを活性化させると、ああ、やってしまうのですか。はい、この通り。うわぁ。自由形は周りの時間経過をプラス 1800%、つまり1個置くと19倍、2個で37倍にします。置けば置くほど EMC の生産速度が速くなるので、軽くチート、いや重くチートです。この世界も錬金術に沈む。ということで、バニラアイテム、発電機、蓄電機は実質無限になりました。これで魔術に集中できます。次回からは、ブラッドマジック、ボタニア、アルスマギカ、サイを進めていきます、と思ったけど先にスライムクラフトやってからにします。ということで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。